ガッティマン急行は、インドの急行旅客列車で、シャダーブティ急行と、同じく近隣大都市間を高速で結ぶ。2016年4月5日より運行されており、始発駅を朝早く出発して、終着駅に昼頃に到着、さらにそこで停車した後、再び朝の始発駅に向かって出発して晩頃に到着するという運行計を有している。使用される。 LHB 客車の色は青に黄色い帯である。ガッティマン急行は最高時速 160km であり、シャターブディ急行、ラージダーニー急行とともに、急行の名称を持ちながらも、特急の機能を持つ、2018年現在、インド最速の列車である。その速さがために巡航速鉄道に指定されている。h 2サームティーンからアーグラーまでの路線図。 運行当初には途中停車駅はなく、デリーのハズラとニザームティーン駅からタージマハルがあるウッタルプラデーシュ州のアーグラーカント駅までの直行便だったが、2018年4月1日以降はアーグラーから先へクワーリアル駅に停車を行った後、ジャーンシー駅まで延長した。なお、全区間の所要時間は4時間25分である。運行日は金曜日を除く毎日で、 牽引機関車は最高速度時速 160km 運転が可能な WAP5 系電気機関車、客車は LHB 客車を使用する。列車番号はアーグラー経由、ジャーンシ行きが12,050、H2 ザームティー行きが12,049である。車両は LHB 車製のものの使用しており、荷物、電源車を含め客車は12両であり、荷物、 電源車と冷房付き当等座席車二両ずつと、冷房付き普通座席車八両で構成されている。料金は普通車で750ルピー、一等車で2倍の1500ルピーである。バイオトイレ、火災警報器、Wi-Fi 機器、GPS を使用した乗客の情報を収集する装置とスライドドアを搭載している。さらに、車内販売を実施しており、車内弁当は、 北と南の味が配られる。ありがとうございます。